本公演の時期に、まあ、せっかくなんで何か配信演劇のようなことをちょっとシリーズでやれたらなって、ヨーロッパ企画の配信劇プロジェクトっていうものにして、京都陽気保安協会です。生きてないの？死んでんの？あそこならよ、異世界に弁当ぐらい送れんだろう。ミシいる、こっち来てる。万年堂や、ほいで人間や。申し訳ないがトリミングさせてもらえますか？えげつないわ。うちにはいろいろな人種の方がお見えになるの。一元さんから五次元さんまで幅広くやってるから。五次元さん、愛の形今も探してるんや。またポルノグラフィティかい。皆さん、パラレルワールドから来られたんだと思います。パラレルワールド、なかなかまた景色が違うな。てんやあんやです。なつきさんです。うわ、まだ劇場公演は難しいんで、まず動画とかで僕たちの劇を見てもらえたらなと思いまして。すごいことをやっていると思いますよ。企画聞いただけで、うん、可能なんですかって思いました。みんな緊張してんなこいつみたいな半笑いの顔で映らへんから見てるんですよ。従業員さんにも、あの人新しい料理長でも仕込みやバラシ乗るときはやっぱ特別感ある。普通のエレベーターに乗るよりも